渡辺純一文学館ボリューム8ですねにお越しいただきましてどうもありがとうございます。どうもありがとうございます。そうね、大先輩のライブですからね、ちょっと失礼ないように。失礼します。セットリストはもうギリギリまでも変わりましたから、3日前にやって決まったっていう。あ、やっぱりそのオープニング、うん、オープニングとか終わり方とか。このスーツは受付の時だけだ。風はどうですか？追い風ですか？向かい風ですか？導いてくれたありがとう母さん。そう、
はい、